フェロージェットは、かつて存在したフェロー諸島の航空会社である。アトランティック航空の元従業員らが中心となって、会社設立が構想され、サファリトランスポートやノースアスパリコシーなど、900の法人、個人投資家の出資により2005年12月に設立。2006年5月15日から、ボーアル空港とコペンハーゲン国際空港とを結ぶ、路線の運航を開始した。 この路線は土曜日を除く毎日一往復運行され土曜日はヨーロッパ本土側でチャーター便として運用する計画であった。しかし繁忙期である7月においても搭乗率は40%に満たなかった。11月には翌月からコッペンハーゲンとコソボのプリシュティナを結ぶチャーター便の運行を開始すると公表していたが財政上の問題から2006年12月に運行が停止された。 フェロー諸島の花ソルジャベーシステムズからリースされた以下の機材を使用していた。機体には会社設立の年2005年にフェロー諸島の花に選ばれたソルジャを図案化したロゴが描かれており、使用機自体もソルジャの愛称で呼ばれていた。フェロージェットの運航停止後、この機はアトランティック航空に移り、機体の一部にフェロージェット時代の図色を残したままの状態で運用されていた。 しかし2009年にはアトランティック航空も同期の運用を終了した。ありがとうございます。